株式会社餃子の満州は埼玉県川越市に本社を持つ中華料理を扱う外食チェーン3割うまいのキャッチコピーで埼玉県、東京都、群馬県に展開している2012年 JR の大駅店を皮切りに大阪府にも出店を開始2014年阪神区伊勢駅店にて兵庫県初出店を果たした 埼玉県所沢市新所沢駅東口に本店、本社があったが、鶴ヶ島市に工場ができたのを機に移転。さらに2001年、坂戸市に設置した新工場に再移転した。餃子を中心に扱うチェーン店、餃子の満州を埼玉県内に49店舗、東京都内に32店舗、群馬県内に3店舗、大阪府内に9店舗、 兵庫県内に1店舗展開している。2019年1月、川越工場が竣工し、坂戸市から本社を川越市に移転したほか、陶器町の本店も所沢市から川越市へ移転した。キャッチコピーは有名な3割うまいの意味については、現在はうまい、安い、元気の3つで3割とされているが、元はうまさ3割増しの意味でつけられたものとのこと。また、 売上の3割を原材料原価に当てることからも来ている。料理は半製品の段階からすべて自社工場で製造されており、坂戸工場では餃子、生麺、蒸し麺を製造。鶴ヶ島工場では惣菜、スープ、タレの製造を行っている。ラジオ CM が TBS ラジオや NAC5、日本放送、FM802 などで放送されている。 また、テレビ CM が2009年7月からテレビ埼玉で開始された。なお、テレビ、東京など一部放送局でも流れることもある。店舗はすべて直営店とし、この種のチェーン店では多く見られるフランチャイズ性を敷いていない。また、自社工場で製造した餃子は各店舗へ自社トラックで配送しており、初期からの既存店舗は西武池袋線。 西部新宿線、東武東上線沿線の範囲で、上記のキャッチコピー通り、鉄道の駅前に多く所在する。また、最近も新規出店を積極的に行っているが、その範囲は、工場最寄りの関越鶴ヶ島インターチェンジより5 0トル圏内、という条件か、その圏内である、西部線、東武東上線、大目線、中央線、高崎線、京浜東北線、 埼京線、埼玉高速鉄道線との間の東京都23区西北部、多摩地域、埼玉県西部におおむね限られ、やはり鉄道駅から資金の立地の店舗が大半を占める。特徴的な店舗として、群馬県大神温泉にある温泉旅館併設の餃子の満州透明感がある。2012年より、これまでの埼玉県、東京都、群馬県の域を超えて、 関西にも進出し、71号店となる JR、野田駅店を大阪環状線の野田駅前に出店した。2015年には、水田市に江坂工場を新設し、関東と同様の自社工場による製造・販売体制を構築している。基本的に店舗に専用駐車場は設置されていない。店舗一覧については、店舗一覧も参照のこと。 追い紙温泉の餃子の満州透明感590円税のダブル餃子定食など餃子を中心としたメニューのほか、ラーメンなどの麺類、チャーハン、野菜炒め、レワニラ炒めなどの一品料理がある。セットにはライス、スープ、おしんこの他に餃子6個が付く。店内での飲食のほか、持ち帰りの生餃子、冷凍餃子や中華麺などの販売も行っており、 店頭や通販による全国配送も可能。また、全店舗で日曜日を除く週2回、曜日を決め餃子の割引販売を行っている。練馬富士見大店株式会社餃子の満州の概要満州は5時。阪神区伊勢駅店は2018年5月6日に一旦閉店し、2週間後の5月19日に阪急塚口南口店としてリニューアルオープンした。 よって食いせの餃子の満州が5、6で閉店、5、19に塚口で移転をオープン。天がさ旅。2020年3月28日へ閲覧。お土産専門店の本社直売所を含む。AB 長浜淳之介。埼玉発餃子の満州消費増税に負けない独自すぎるビジネスモデルに迫る。IT メディアビジネスオンライン。 2019年7月9日、閲覧。厳密に言うと、本社直売所、鶴ヶ島工場直売所、坂戸日祭店、前橋南モール店は駅前ではない AB、満州について、餃子の満州。2020年6月14日閲覧。満州にこだわり。2008年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月14日閲覧。 週刊プレイボーイ2010年13号、餃子戦国時代の熱々な裏側より、群馬県大神温泉餃子の満州と名館餃子の満州会社概要より、駐車場がある店舗は、所沢東口店、川辺北口店、鶴ヶ島すねおり店、坂戸西西店、久喜西口店、鶴瀬西口店、西口店本庄早瀬田駅前店、伊勢崎駅前店、前橋南モール店、 野田阪神店、江坂工場直売店と伊上温泉透明館のみ。ありがとうございます。